ようこそミナミュージックへ、ドミノです。本日もですね、邦楽通詞解説シリーズやっていこうと思います。こちらにあります、私の書籍、日本の歌、音曲と楽器と芸能にまつわる邦楽通詞、こちらを用いてですね、今回も邦楽通詞の解説シリーズやっていこうと思います。本動画がシリーズの第20弾となります。ということで、今回は電子音楽やっていこうと思うのですが、国内の電子音楽でいうとどういったミュージシャンが思い浮かびますかね。まあ筆頭だとイエローマジックオーケストラとか、あるいは富田勲とか、あるいはねテクノポップのバンドとか、あの辺が思い浮かぶのかなと思うんですけども、実は実は日本国内でですね、なんと電子音楽50年代の、前半からすでに存在しています。戦後すぐから存在してるんですね。このあたり結構実は知られていなくて、その辺の実験的な作品があっての70年代の富田勲、あるいは YMO みたいな、そんな感じの流れなんですけども、今回は、しっかりと 50s のあたりからですね、日本の電子音楽の歴史さらっていきたいと思います。ということで、まず電子音楽という言葉、まあこれ気軽に結構使われますけどもね、そもそもどういう意味なのかを改めてちょっとねさらっていきたいと思います。まず電子音楽の起源なんですけども、40年代後半から、50年代前半にかけて西欧で創始された2つの音楽様式、ここに起源を求めることができます。まず1つ目、これがドイツでカールハインツ・シュトックハウゼンによって、作曲されました電子合成された発信音を素材とした作品群。はい、まあシュトックハウゼンっていうとね、現代音楽の本当にまあ大家と言いますか、現代音楽を語る上ではね、決して避けて通ることのできない人物だと思うんですけども、電子音楽は現代音楽から分岐してきたジャンルなんですよ。でこの電子合成された発信音を素材としたっていうのが、そもそもどういうことかというとですね、このあたりテクノロジーの話になってくるので、ちょっと、突っ込んだ解説はまあ割愛しますけど、そもそも音楽を還元していくと音波までなりますよね。この音の波になっていくと、例えば楽器とかの音色ってものすごくこう顕微鏡ぐらいの感じで音波をねしっかり覗いていくと、結構有機的でうにゃうにゃーってなってて伸びたりとか、こう一定じゃないわけじゃないですか。ただ電子合成された発信音っていうのは、もうこの波の波形が一定なんですね。サイン波とか三角波とか、まあいろんな種類のがあるんですけど、ノコギリ波、短波形とかね、そういった数学的に見てもこの波の形が一緒の音を合成して作っていくみたいな出発点、その一波がまず一つの電子音楽のこう起源ですね。そしてもう2つ目、これがフランスでピエール・シェフェールが提唱した、現実音を録音編集することで作曲を行うミュージックコンクレート、これ、まあ日本語訳すると具体音楽とも言うんですが、実際の音を録音編集ってどういうことかっていうと、まあ効果音的な感じですよね。鳥の鳴き声とかを実際にフィールドレコーディングして撮ってきて使うとか、車が走る音を撮って使う、工場の、音を撮って、でそれらを切り貼りしてコラージュ的に音楽を作っていくみたいな。60年代の中盤ぐらいからですね、ビートルズを筆頭として楽曲に効果音を入れていって音色上の遊びをねやっていくみたいな試みありましたけども、まあそういった路線のある意味、走りということもできると思います。ということで、電子音楽の起源ですね、ちょっとおさらいしますと、電子合成された発信音を素材とする作品群、そして現実音を録音編集するミュージックコンクレート、具体音楽、この2つを元としています。で、まあ、それぞれの様式しばしば重複するんですが、これらを総称して電子音響音楽と呼びます。まあ、これね、あんまり聞かない用語かもしれないですが、ちょっと頭の片隅にこの辺の分野ね、好きな人は入れといておくといいかもしれません。ではでは、日本初のミュージックコンクレート作品なんですけども、これが1953年昭和28年に真由角敏郎によって作曲されています。早いよね。こちらのタイトルが XYZ というものなんですけども、器楽音に加えまして、けたたましい金属的な音響が吹き荒れるサウンド。同時期にはですね、竹光徹とか柴田美直とかもミュージックコンクレートの作品を発表しています。はい、ですのでこういったね、現代音楽の作家たちはすでにもう50年代の前半から果敢にこの領域に挑んでいると。まあ、しかもね、ヨーロッパでこのあたりのジャンルが起こったのも同時期なので、まああんまりタイムラグはないということですよね。さらに日本の電子音楽の第1号も真由角敏郎の手によるものです。1955年に
数の非系列による制限波の音楽、素数の非系列による変調波の音楽、教師上波と単形波によるインベンションといった、作品が NHK 電子音楽スタジオで制作されています。で、こういったねタイトルを見ても分かる通り、この数学的に作られた波の形、それぞれの波形がインスピレーションになって作曲されていると。つまりそういった正確無比な音波を素材として音楽を作ることができるっていうのが、この時初めて可能になったっていうのがあるわけですよね。だから現代音楽の作家たちが非常に魅力を感じたというのがあります。で、ちょっと NHK 電子音楽スタジオというのが出てきましたけども、これ名前めっちゃかっこいいっすよね。 50s からこんな攻めたことやってるスタジオが NHK にあったんですよ。1954年に、日本唯一の電子音楽スタジオとして開設されました。当時、西ドイツ、フランス、イタリアなどの放送局では最先端のテクノロジーを使って新しい音楽を作ろうという動きがありまして、日本では NHK 電子音楽スタジオがそういった役割を担いました。 NHK 電子音楽スタジオで作られた作品、今でも聞くことができるものがたくさんありますんで、そこ掘ってみると、なんでしょう、日本の電子音楽の本当に初期の初期の作品に触れることができるので、めっちゃ面白いです。ここでね、ちょっと小野陽子の話をしたいんですけども、このチャンネル見てる人にはあんまりいないと思うんですが、小野陽子未だにこのジョン・レノンの奥さんっていうところばっかりでね語られてしまうっていう傾向がある。ただですね、この人そもそも 50s からもうすでに結構攻めた芸術作品を作ったりとかしていてですね、特に現代音楽とか電子音楽の文脈になると、欠かすことのできない人物なのかなと思っています。60年代の末頃からですね、ジョン・レノンとの連名で Two Versions, Life is the Lions, Wedding Album といったミュージックコンクリートの作品を発表しています。小野陽子ってめちゃめちゃ前衛作曲家との交流が活発だった人でもあるんですね。というかジョン・レノンの前の旦那さんが一柳俊さんというね、まあそういう作曲家の方なんですけども、他にも、ジョン・ケージをね日本に、呼び寄せたのも小野陽子だったりとかして、はい、そのあたりの人脈、結構すごいものがあるんですが、まあそういった背景もあって小野陽子は結構なんだろうね、こうミュージックコンクレートとかに興味を持っていたっていうのは、挙げられるかなと思います。ビートルズが1968年に発表したザ・ビートルズホワイトアルバムですね、小野陽子が制作に大きく関わった作品レボリューションナンバーナイン、これが収録されていますが、まあこれは本当に攻めたねミュージックコンクレートの作品なんですけども、これをビートルズのアルバムの中でやってしまうというね、結果としてこの曲はまあホワイトアルバムがめちゃくちゃ売れたというのもありまして、世界で最も広く流通した前衛音楽作品とも評されます。まあそんな感じで結構ね豊かな、電子音楽のバックグラウンドがすでに 50s から日本にはあったんですが、本格的にこれらがマスに届いていくのは70年代に入ってからです。1974年作曲家の富田勲が、アメリカの RCA レコードから、インストのアルバムスノーフレークスはダンシング過去月の光を発表します。で、これがビルボードのクラシカルチャートで1位を獲得しているんですが、これがどういう内容の作品かというとですね、ドビュッシーの楽曲をですね、楽器をそれぞれシンセサイザーに置き換えていって作り直したアルバムなんですが、ただこのクラシックで使われている楽器をシンセサイザーに置き換えていくっていう行為、これはもうだから音色上の意味で言うと完全に別のものに作り変えるぐらいの、内容となってます。それまでクラシック音楽の楽器の中のまあそのパレットで作られていた楽曲がもう一気になんか別のものに生まれ変わるぐらいのことですよね。まあかなり根気のいる作業だったみたいなんですけども、富田勲は古典的なオーケストラの音色に限界を感じていました。そんな中でウェンディ・カルロスが発表したアルバムスイッチとオン・バッハに出会います。で、こちらはシンセサイザーのみを使用したオーケストレーションによる、バッハの作品、のアルバムとなっていまして、まあ、これも結構著名なアルバムなんですが、富田勲これに衝撃を受けて、巨額の私費を投じてモーグシンセサイザーを個人購入しました。で、当時のシンセサイザータンスと言われるぐらい巨大なものだったんですけども、やっぱりねこれまでの、従来の楽器と見た目がもうほど遠くて、税関でなかなか楽器と認められずにですね、手元に到着したのは羽田空港に着いてから1ヶ月ほど、経ってからだったみたいです。まあこの頃のエピソード結構有名ですよね。なんかキース・エマーソン、あの ELP のキース・エマーソンが実際に弾いている写真を見せてなんとか納得してもらったとか、そういう話が残ってたりしますが、さらに、しかもこの、モーグシンセサイザー、音の出し方がわからない、手探りでね音の出し方、合成方法まで独自に研究してアルバムを、完成させたということです。
そしてそして78年お待ちかねですね、YMO 細野晴臣そして坂本龍一高橋幸宏が結成したイエローマジックオーケストラが始動するわけなんですが、使用するほとんどの楽器をシンセサイザーに置き換えたところに斬新さがありました。ただですね、当時のシンセサイザー、まあようやく一般層でもなんとなく手に入るぐらいの時期にはなってきてるんですけど、当時のシンセサイザーってまだまだ専門性の高い楽器で、使いこなせるプログラマーが必要だったんです。富田勲先生もこの楽器のね、音を出すまでめちゃくちゃ時間がかかったということで、 YMO シンセサイザープログラマーで作編曲家の松竹秀樹さんを起用します。でこの人が YMO の作品だったりツアーに参加して、重要な役割を担いました。でこの松竹さんがですね、富田勲のお弟子さんとなっています。まあ、この辺が繋がってくるわけですね。で YMO のインスピレーションはそれまでの電子音楽、そしてドイツで、クラフトワークなどがやっていたねクラウトロックなどに影響されたんですけども、加えてもう一つのインスピレーションがありました。欧米で流行していたジャンルエキゾチカというものがあるんですけども、エキゾチカとは何なのか、ちょっとマイナーな、ジャンルですね、50年代から60年代にかけて流行したジャンルで、欧米の白人フィルターを通して見たアジアと太平洋諸島の音楽を指します。でこれどういうことかっていうと、めちゃめちゃなんか偏見に満ちたアジア風の音楽、という感じです。なんか今でもさ、海外で作られた映画とかテレビ番組ドキュメンタリーとか見ると、こう舞台がアジアに差し掛かった瞬間、めちゃめちゃさステレオタイプな、中国風の音楽とか日本風の音楽とかかかったりするじゃないですか。ああいうのをさらに積極的にやっていこうっていうジャンルが存在するんですね。でこのエキゾチカをあえて、自ら日本人である YMO が取り入れると、はい、そこのなんかねじれた構図をあえてやったっていう面白さがありました。まあ、このあたりは、直前に細野さんがね70年代にやっていたトロピカル三部作というね、作品、まあ、ここで何でしょう、実験を繰り返した成果というのが YMO に結びついているというのも言えると思います。 YMO は78年に、バンド名と同名のファーストアルバムを発表していまして、こちら日本のヒットチャートでは69位にとどまったんですが、英米でシングルカットされたコンピューターゲームテーマ from the インベーダーズ、これがイギリスのシングルチャートで17位を記録しまして、ビルボードで60位を記録しました。さらにエキゾチカの代表的アーティストマーティン・デニーの楽曲ファイヤークラッカーのカバー、これがですねビルボードの R&B チャートで18位となりまして、当時黎明期だったヒップホップのブロックパーティーでも盛んに流されました。アフリカバンバータとかね、あのあたりが結構触発されているんですよ。まあだから YMO のこのサウンドがヒップホップの成立にも間接的に関わっていると、面白いつながりですよね、このあたり。その後 YMO はですね、海外ツアーとかも成功させて、その模様が日本で報道されるようになってくるんですよ。でそうすると、まあある種ちょっと逆輸入的なところも手伝って、国内で、めちゃめちゃ注目を浴びるようになりまして、79年に発表したセカンドアルバムソリッドステートサバイバー、これがなんとですね、めちゃくちゃ攻めてる音楽性にもかかわらず100万枚以上の売り上げを記録します。まあこれはかなり特殊な事例と言えると思いますね、歌謡秩序 J-POP 秩序の中で音楽性を曲げないでヒットさせるっていうのは極めて、国内の音楽史の中で稀、まあ、かなりの快挙と言えると思います。 YMO の成功に後押しされるようにしてですね、プラスチックスとか P モデルとかヒカシューといった、テクノポップあるいはニューウェーブのグループが登場するようになってくると、日本で爆発的なテクノポップ旋風が巻き起こります。もうだからこのあたりになってくると、歌謡曲を歌う歌手とかアイドルとかが、テクノ風の楽曲を発表するぐらい、まあ、テクノが流行ると、まあそういうのを、象徴するのがですね、松本隆が作詞をしまして、細野晴臣が作曲をしたイモキントリオのハイスクールララバイとかね、まあこういったナンバーがテクノポップの代表的な作品と挙げられるのかなと思います。ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、50年代から日本の電子音楽の歴史を振り返っていって、 YMO あたりを解説する、そんな感じの内容でした。本シリーズのベースとなっております私の書籍、日本の歌、音楽と楽器と芸能にまつわる邦楽通史、よかったら手に取ってもらえると嬉しいなと思います。そんな感じでミノミュージックでした。それでは